さあ始まります。本日はアスターのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども4月11日午前9時42分 YouTube 録画しております。今日はですねビットコイン、それからイーサリアム、ソラナ、それからアスターという順番でチャート分析の方をしていきますので、それぞれ3通貨ですね、ビットコイン、イーサ、ソラナは冷やしチャートを確認していきましょう。まずこちらビットコインなんですけども、今日は 1.2% 下落になっております。大体日本円でですね、今530万円ぐらいということなんですけども、ちょっとチャートをしっかり見ていきましょう。こちら今526万5千までちょっと落ちてしまって、少しそこから盛り返してきているかなという感じですね。こちらですけども、昨日の、そうです、早朝ですね、早朝3時とか6時、ちょっと手前から急降下しまして、522万円まで落ちております。この直近の右側のあたりがそうですね。で、522万が一番下のあたりなんですけども、そこからちょっと戻しているのかなという感じです。非常にちょっとやばいなという感じでね、思われた方もおられるんじゃないかなと思うんですけども、あんまり今日はね、昨日と打って変わって良くない状況ですね。どこまで戻せるかっていうようなところに焦点が合っているような気がします。それからイーサリアムですね。こちらも同様な動きでありまして、日本円で大体40万円ちょっと下回って39万9千円ぐらいでしょうかね。ちょっとこちらも少し40万下回っていまして、少し良くない動きかなと思われます。ただちょっと今戻しつつありますので、この下げ幅ですね、どれだけ縮小できるかっていうのが今日の争点かなと思っております。まあ、昨日と比べるとちょっと弱いかなという感じですかね。それから最後にソラナですね。こちらが 1.2% ぐらい下落なんですけども、110ドルということで、こちらは小じっかりですね、まあ、下がっているものの、まあ、しっかりした動きが継続しているんじゃないかなと考えております。まあ、こちらも同様ですね、3時、6時ぐらいから下がり始めまして、まあ、ずっと下げてきて少し戻してきているのかなというのが今の現状です。ちょっと下まで結構来ているので、ちょっと警戒感は強めておいた方がいいですね。まあ、ソラナに関してはステップのね、関連の銘柄になりますので、まあ、ちょっとね、まとまった買いはどこかで入ってくることは考えられるんですけども、まあ、全体がつれやすすることによってこちらも下げてくるというのは当然避けられないと思うので、まあ、ちょっと気をつけておいた方がいいのかなって個人的には思います。まあ、ただまた売られればね、買い戻しが入ってくるとは思うので、まあ、他のものに比べると少し売り圧は弱いように思います。それではアスターはどんな感じなのか皆様と一緒にチェックしていきましょう。はい、こちらがアスターの今日の価格になっております。35.85円ということで 10%超える上昇になっております。ランキングもね、急上昇ということで217位ということですね。ジャスミンをもはや上回っているというような状況で、かなり最近の動きが非常に素晴らしいと思います。これも日足から確認です。42円をねちょっとトップに、今そこから下がってきていまして、6円ぐらい調整しているんですけども、ちょっとまた戻していきそうな動きもねありますので、ここから反転してきて40円とかに戻ってくると42円オーバーがあるかもしれませんので、ここの動き注目ですね。どれだけ上げ幅をキープできるか、まあ、下げていかないかっていうのが今ここの重要課題だと思います。36円というのは結構大きな節目だと思ってますので、ここからまた戻して37円、それから38円、39円という形で上がっていけるか回復できるかっていうのが今焦点ですね。1週間のチャートです。かなり上がり方が強かったんですけども、こちらですね、見ていきますと、大体30円下回ったあたりから急上昇しまして、一気に42円まで来たということなんで、まあ、短期で12円ぐらい上がったのかなという感じですね。30円から見ると。非常にすごかったです。それから、月足チャートですけども、こちらもですね、42円ぐらいをトップに、今ちょっと下降してきたということなんで、ちょっとですね、崩れるとしたら、ここから崩れてきて32円とか、それから30円までぐらい下がってきてしまうっていうのもあるかもしれませんね。ちょっとここの動きがですから非常に重要かと思います。まあ、ポルカドットのパラチェーンということで採用されてですね、今非常に期待が集まってるんですけど、まあ、日本初のね仮想通貨ということで、今シンガポールの方に拠点は移ってはいるんですけども、会社自体がですね。まあ、ただこれからの仮想通貨として面白い動きを見せるかもしれません。Web3.0 関連ということもありますので、今後の仮想通貨だなというところ、それから新しい仮想通貨だなというところなんで、まあ、上限がどのぐらいなのかっていうのがね、ちょっとはっきりわからないっていうのがまず一つポイントとしてありますし、まあ、それから大化けするような仮想通貨っていうのは、こういう仮想通貨が結構多いかなと私は考えているので、まあ、投資する云々に限らずですね、しっかりアスターは見ておく必要はあるんじゃないかなと思います。ジャスミンをもうランキングでも超えてますので、かなりそれほどですね、認知度も高まってきてはいるんですけども、まだまだ日本でね、こう有名な仮想通貨だなというイメージは強くて、まあ、それこそアメリカとか、それからアジア圏でね、このアスターを頻繁にトレードしているっていうまでには至っていませんので、それが浸透していくことによって価格の安定だったりとか、
それから価格の再上昇ですね、まあ、42円を超えて50円ぐらいになるということに関しては、そのあたりが必要かなと思ってます。まあ、日本ではかなり人気があってですね、盛り上がってはいるんですけども、ちょっとごくごく一部ですね、今のところは。まだこう世界に対応しているような仮想通貨には慣れてないような、まあ、元新しい仮想通貨なんで、これからなんですけども、すべてにおいてですね。まあ、非常にただ性能とかを見ていくと、非常に期待ができるんじゃないかなと思いますし、まあ、いろんな方がね、投資されているのを見てますと、かなり非常にここに力を入れている方も多いんじゃないかなと思いますので、今後に期待ができるんじゃないかなと個人的には考えています。ただちょっと最近の動き、あまりにも上昇が急だったんで、まあ、この辺で買うというのはちょっとね、リスクも高いということは一つお伝えしておきます。最後に日足のロウソク見て終わりたいんですけども、まあ、このような形でね、急上昇して今、上髭が長くなってしまったので、やはりちょっと様子を見るのがね、必要かなと思ったりもしています。ただ強いとですね、ここからさらに陰線が出たあたりぐらいがまた反転して42円を超えていくと、まあ、50円ぐらいに一気に行く可能性も十分あるぐらい、今注目度は非常に高いです。日に日にこのアスターに対するこう、興味を持たれた方が増えてきているなというところは私も実感してますので、今後に期待できる仮想通貨としてアスター、今年、もしかしたら面白いかもしれませんね。ちょっと期待ができる仮想通貨がまた一つ出てきたんじゃないかなと思いますので、今後に注目の仮想通貨としてアスターを私はお伝えしておきます。ということで値段の動きを見ていきますと、まあ一応42円ですね。ここにまた今挑めるかというところで、私はなんとなくちょっと挑んでいくんじゃないかなと思っています。ここで例えば41円とか、その形で下がってきてしまうことを考えると、ちょっと弱いかもしれません。で、その42円を超えられるかっていうのがまたやっぱりね、ここがこのアスターの直近の動きを左右するポイントだと思ってますので、どうなっていくか、40円ぐらいで下がっていくんであれば30円ぐらいまで下がる形になるかなっていうふうにちょっとね、思ってるわけなんですけども、どうなるかちょっとね、わかんないですね。上昇していくんだろうけど42円で打ち返されるのか超えていくのかっていうのが本当にわからないので、その時の周りの状況もね、ありますので、今のところちょっと向かってはいくんじゃないかなと思ってます。もう一回リトライしてそこから崩れてしまうと、分かりやすい例で言いますとですね、IOCが6円まで上がって、そこから崩れた時の動きとすごい似てるんです。なので、この長いね、上髭がありますよね。この上髭ちょっと IOCにも存在してますので、ちょっとそこの動き、しっかり見てください。で、IOCを今見ていきますと、6円から今 3.7 円まで下降してますので、ちょっとそこを超えられないと、もしかしたら、やはり30円とか、ちょっと30円下回ったあたりまで下降してきてしまうということが、一つ IOST を例に挙げるとですね、ちょっとあるかもしれません。ちょっとそこは警戒しておいた方がいいですね。まあ、ですので、一応42円を目指す動き、ちょっと最後にもう一回ロウソクで見たいんですけども、このトップのところですね、ここ一回もう一回目指して反転していくんだけども、途中で失速する、まあ、例えば40円。こういったあたりで一回戻されてますよね。このあたりの手前まで行ってですね、ちょっとやっぱり弱いなっていうことになってくると、33円ぐらいとか32円ぐらいまでちょっと落ちてくるんじゃないか。まあそこを下回って30円ぐらいまで行っちゃう可能性もあるので、まあ、42円から30円ぐらいで動くんじゃないかなっていうのが、このアスターの一つ私の見ている中の真実かなと思ってます。一番面白いのは42円を超えて45円ぐらいまで行くとかなり上が軽いと思うので50円とかいけるんじゃないかなと思いますので、この 36.2 円が非常に大事です。ここからの道がどちらになるか、一旦下降していくんであればちょっと緩やかに35円、34円、33円という形で少しずつ下がっていっちゃうかなと思ってます。ですので、まあパラチェーンのね、この一つということを考えていきますと、これからやはりね、値段の方が高まっていく可能性は、十分高いんじゃないかなと思うので、まあ一応40円の方には、どのタイミングかわからないですけども、また近づいていくんじゃないかなと思います。一回ここで30円ぐらいに戻ってから、また浮上していくパターンなのか、ここから切り返して35円ぐらいで切り返して、40円の方に向かっていくのかっていうだけの違いで、まあ、いずれかのタイミングではまたこの42円っていうのにトライするんじゃないかな、そこをして抜けれるんじゃないかなっていうのが私の朝の素直な感想ですね。まあ、ただ直近は42円と30円ぐらいで動くという形が、まあ、一つセオリーかなと思いましたので、今回はそのような形でお伝えしております。いずれは50円ぐらいとか、それからさらに上っていうのも全然あるんじゃないかなと思ってますので、まあ、今後に期待できる一つの仮想通貨として、今後もね、皆様の注目もどんどん集まってくると思いますので、まあ、ちょっと気になる方は、このアスターがどんなもので、それから、ポルカドットですね。このあたりとどんな関係があるのか。で、どんな仮想通貨なのかっていうのを皆さん、しっかり認識した上で投資はしましょう。
わからないと本当わからない結果しかね、結びついてこないので、まあ、しっかりこのアスターがどうしても欲しいんだなっていうところまでたどり着ければですね、締めたもので、まあそこからいくらで買うかってだけなんで、まあ、ちょっとわからないけど最近こう動いてるから買ってみようっていうと多分下に下がった時に損してしまって売ってしまうと思いますので、しっかりですね、長く持てるかまずしっかり把握していただいて、アスターが一番自分の中で投資してみたいっていう案件であればですね、アスターに投資をすることをお勧めします。ただし、あんまりよくわからないとか、ちょっとどんな風に形的になっていくのかっていうのがあんまり見えなかったら、ちょっとしばらく様子見ておいてもいいと思います。かなり値段の方は、今急上昇してますので、リバウンドも必ず大きいのがあると思うんですね。で、例えば今で買っていくと30円ぐらいになっちゃったと。で、6円下がった状態で、その持ち、アスターを売ってしまうと。で、大損してしまって仮想通貨もう向いてないよねっていうようなことになりかねないので、まあ、もったいないです、それではね。ですので、アスターをしっかりまず、完璧に把握する。まあ、完璧ってのは難しいかもしれませんけど、完璧に近いぐらいしっかり落とし込んでいただいて、もう絶対売らないよっていう形ぐらいになれば締めたものでありますけども、ちょっとこうね、グラグラしてると多分価格がグラついた時に売ってしまって損してしまうという流れに今なりやすい相場なんで、本当に気をつけてください。まあ、他にもいろんな仮想通貨がある中で、やっぱり安さだなというところにたどり着いて初めて、まあ、買いのボタンが押せるんじゃないかなと思いますので、今、とにかくちょっと相場が荒れてますのでね、ちょっと警戒して、なるべく勝ちに行こうっていうんではなくて、ちゃんとしっかりしたトレードをするようにしてみてください。ということで今日はですね、こちらのアスター、一応30円ぐらいから42円のレンジで動くんじゃないか。で、ちょっと上にね、行く可能性は今、もう一回試すんじゃないかなっていうのが、今回のアスターの正直な分析でした。はい。ということで今日はですね、アスターちょっと2回目になるかなと思います。以前のね、アスターの動画上げてありますので、そちらでもちょっとチェックしてみてください。どんな仮想通貨なのか、ちょっとわかるかもしれませんし、値動きのね、こう、幅がだいぶ今とは昔はちょっと違うと思うので、どんなこと言ってるのか、私もちょっとあまり覚えてないんですけども、しっかりその辺もね、見ていただくと参考になるところがどっかに潜んでるかもしれませんので、ちょっと過去に戻ってですね、アスターのチャート分析、よかったらご利用になってください。見てみてください。はい。ということで、今回、アスターのチャート分析、いかがだったでしょうか。もし、チャンネル登録まだの方、ぜひ、この機会にしていただいて、負けない同士、これからもお互いに頑張っていきましょう。ということで、今回は、アスターのチャート分析、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。